じゃあちょっと実写で語る動画撮ろうかなと思うんだけど <laughs> すげえ画面暗くない画面暗くいまあ別にや画面そんなに映っていいもんないからまあねとりあえず僕の服だけ出る服だけ映しとくけどあのさ今日ね何話そうかなって思ったんですけどあのねそんなねめっちゃおもろい話でもないしめっちゃうわやばみたいなねそういう体験談でもないんでまず、あ、なんかそんななんか小耳に挟む程度っていうならなんか生放送とかに出てくる1分ぐらい話す雑談程度の話なんでもうなんかちょっと で時間に余裕がない人とかは、まあ、ちょっとね、あのこの動画もしかしたら向いてないかもしれないけど、まあ、とりあえずで僕がちょっと体験した、えーまあ、なんだろうな、申し訳ないけど胸くそみたいなね話を、話していこうかなと思うんですけど、話を話すっていう頭痛が痛い感じわかる、ね、話していこうかなと思うんですけど、だからこういうさ、語る系の動画、前も撮ってるね、謝罪動画。覚えてるかないや、知らんわ、そんな動画知らんわ、とりあえず話していくわ。あのね、なんか都会とかでさ、最近よく見かけるのが、 あのクッキーをさ販売しててる黒人の方って分かりまたぶんねどこの都会行ってもあるんじゃないかな多分皆さんの地域でもね多少は見たことある人もいるんじゃないかなまあ見たことない人本当に申し訳ないんだけどその黒人の女性まあ主に女性な、ね、い黒人の女性とかが、まあ、なんか袋と紙を持っててでなんか日本人の人を見つけて「すいません」みたいな感じで喋りかけてで日本人の人に紙を見せるんですよ。でその紙には何が書いいててあるかっていうと 日本語でね私たちはコロナの影響で仕事がなくてどうのこうのでクッキーを買ってくださいみたいなで紙が書いてあってあじゃあ買いますよってなったら1000円でクッキーが買えるんですよ。もう本当クッキーっつってもあれだよもう袋1個入ってるなんかこなんだろうなんか地域のさ子供で集まるさ会は子供会みたいなやつで配られるようなクッキーだよそれこそなんかそんな感じのクッキーを1000円で買わされるんですよ。ままあ、別に強制でではないけど、まあ、でも 反強制的なな感じの、ね、口なんですけど、まあ、っていう黒人の方がねまあすごい多いんですよね都会とかには。で僕もなんか4回ぐらい食らってて、まあ、でも毎回断ってるし「いや大丈夫です」みたいな感じで毎回断っててでさもう僕も人間なんで学ぶじゃないですか。で3回目ぐらいに声かけられた時にうんとそのなんだろうもう袋と紙持ってたんで声かけられあすいません」みたいな感じで声かけられた瞬間 いやいいっすみたいな感じでもう話も聞かずに、まあ、ちょうどその時急いでたしねいやいいっす」みたいな感じで、まあ、ちょっとさささーってもう逃げるように去ってったわけですね僕もでまあそれで黒人の女性もその怒る怒る怒らないとかじゃなくてもうなんか多分みんなそういう対応してるんですよね僕以外の人みんなそういう対応してるからなんか僕に対して特になんだろう威圧的な態度をとることもなくもう買わないなら買わないでいいやふんみたいな感じでもうすっともう次の人に声をかけるみたいな感じ に女性の方になってたんですけど黒人女性の方になってたんですけどそうねあの僕が友達との待ち合わせをねしてた時にまた黒人の方4人目かな黒人の方が喋りかけてきてでまあ袋と髪持って髪は持ってなかったんですけど袋持ってて休むせみたいな感じで喋りかけてきたんですよでそこなんですよね問題はここで問題が起きてまあ喋りかけてきてで僕はもう4回目なんで もう本当もうエースみたいな感じでもうなんかスマホいじってるふにして「いいっす」みたいな感じでしてあのまあ待ち合わせしてるからまあその場から動いてないんですけどなんか追い払ったんですよそうなんだけどあの何だろうちょっとなんか <laughs>「みたいななんかそんな感じの態度を取ってはったんですよねその黒人の女性の方がでまあ何かなと思ってスマホをちょっといじった後とふってみたらそう実はそれクッキーを販売買わせようとしてるんじゃなくて あのなんかそこの目の前にあったなんだろう券売機なんか駐車場かなんかの券売機の買い方が分からんくてなんか僕に喋りかけてきたっていうか、まあ、聞いてきたらしくてでなんかそれを僕がさ話も聞かんと僕がよ僕がその「すいません」って勇気を振り絞ってさ日本人をさ喋りかけてきてくれたわけじゃんやっぱ <laughs> 勇気振り絞しってこんな黄色人種のイエローモンキーに喋りかけてきてくれたのにもかかわらず。 僕はいイスみたいな感じの態度を取ってしまったんですよね僕は。で、へみたいな態度取られるじゃないですかまあそれは分かるんですよ全然もう僕が悪いんでどう考えても。でまあそういう態度取られるからまあしょうがないんだけどでその後ねその女性の方もなんかちょっと分かんなかったみたいであのまあなんかどっか行かれちゃったんですけどどっか行っちゃったんですけどあのー、この話なんですけどこれ僕が。 悪悪いいいのはあるんんでですすよよないけど僕が悪いと思うんですよねやっぱこの黒人女性の方をそのなんだろうちょっとなんかもういすみたいな感じの態度を初対面なのにね取ってしまったっていうのはまあ正直のところもう普通に僕が悪いと思うんですけどいやでもねでもねあんたんとこの国が国のクッキーを販売するそのババア もうう悪いと僕は思うんですよねその罪のさ押し付け合いじゃないけどさその100僕が悪いかって言われたら100ではない気がするんですよね。いや多少多少ていうかもうほぼ僕が悪いんですけどやっぱりその僕がなんでそんな態度を取ったかっていうとそんだからあんたんとこの国のあのー、ババアがクッキーを1000円で売ってこんければ。 で僕はそんな態度取らへんからそう僕ね普通に優しいんですよなんか荷物ね持ったことありますはい <laughs> ボランティア荷物持ったことありますてか僕持ちましょうかじゃなくてもう持ってみたいな感じでおばちゃんに言われたことあります僕ねなんかなんだろうあんま怖くない見た目してるんで結構ねいろんな人から初対面の方からなんかフレンドリーに接さられることがすごい多いんですよなんか人と比べてねだからむしろモテぐらいの、ね、勢いでおばあちゃんの荷物持ったことあるんですけどまあ別にそれは全然いいですよ暇だったし全然いいですけど えー何の話したけけあそうであのー、だからそうど,どうすればいい俺これからなんかさきりないやんこんなんあのさやっぱいまだにいるのよねやっぱあのー、もう最近はしゃべりかけられてないけど冬やしな寒いしあんまないけどあのー、まだクッキーをやっぱ売ってる、まあ、クッキーじゃないですよいろんなものをさ高値で売ってるみたいな感じの方はまあいるわけですよね少なからず。 だからそんな人ゴロ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 おったらさ何だろうその人と喋るのが俺怖くなりそう逆にねまたさまたお前かいやでもなーみたいなでもなまたあの時みたいに違うかもしれへんし一応聞いてみるかみたいなもう面倒くさいやんそういうのそうだから僕はもうこれから気をつけて気をつけてもう毎回毎回クッキーだと分かりきってても僕は喋ろうかなって ちしゃんと話聞いてあげようかなってあんまり喋りかけるのもそもそもないけどねそうなんだけど次もし誰であろうと聞いてあげようかなって思ってる聞いてあげようかなっていうかまあ聞こうかなって思ってるんですけど話をね思ってるんやけどそのどうやったらその黒人の方の黒人なんですよ本当全員黒人なんですよクッキー配っての黒人の方のそのクッキー販売が何止まるんでしょうかねっていう話なんですけど でそのさ最初の本に見た時にあのコロナの影響で仕事がなくてみたいなすごい書いてあったんですけどちょっとそれで、ね、よく分かんないんだけどなぜ日本に来たんですかっていうのとそのなんだろうなぜバイトをしないんですかっていうやっぱさ都会とか行くとさコンビニとかもほとんど外国人じゃないですかだからさその人たちと一緒にさバイトすればいいのになぜバイトしないんですかっていうだから日本人がさ断れないあのー、断れないタイプのさちょっと なんだろう飲室という陰室じゃないけど内気な性格なところあるじゃないですかそうだから黒人女性がなんか無理やりクッキーを1000円で買わせて1時間1000円のバイトよりも高いねあの儲けをしようっていうなんかその甘い考えなのか分かんないですけどそのなんでバイトとかをしないんですかねっていうコロナの影響でそのお金がないとかなってるんやったらであと何人日本にいらっしゃるんですかねっていうのもすごい気になっちゃって正直皆さんの意見が聞きたいんですよね。あの今回の その券売機を買おうとしてる黒人女性を困らせてしまった僕の対応は、10ゼロでおめえが悪いよって、ね、コメント欄に言ってくれてもいいし、いや、それはもう国が悪いよって言ってくれてもいいし、何でもいいんで、まあ、とりあえずね、あのー、ちょっと叩いていいんで、今回だけは、はい、僕受け入れるんで、ちょっと皆さんの意見、ね、知りたいかなと思ってるんで、はい、以上です。ありがとうございました